埼玉トヨペット。Yeah.
普段の作業から、このサーキット、しかも今回は天候が非常にね、悪い中での作業だったんですが、いかがでした？いや、なんか初めて見たので全然どういうものか分からなかったんですけど、みんなのなんか協力の作業って本当に必要なんだなって改めて感じました。まあ、普段一般のお客様にも気は使いますが、まあ、このスポーツの世界ですとやはり違った意味の気遣いではないかなと思うんですけど、いかがでした？そうですね、全くではないんですけど似たような感じなので、ここでまあいろいろ学んだことを店舗でも活かせればいいなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、86番メールでは何回かお手伝いしてますが、スーパー耐久の長丁場5時間、しかも悪天候、振り返っていかがですか？そうですね、やっぱり、レース自体もこう長いのは初めてだったので、はい、ずっとその緊張感が続くっていうのは、はい、なかなか大変だなと思ったんですけども、1秒でも違うとそれだけ差が出てしまうと思うので、はい、それだけは気を使ってやるようにはしました、ミスがないように。まあ、雰囲気を店舗の方に持ち帰って、また一般のお客様にも素晴らしいサービスをお願いします。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。